ビゼ教官の接客訓練。私たちが立派な店員になるように特訓していくコーナーです、はい、今回からですねリスナーの皆さんから届いたアイデアを元にやっていきたいと思います。というわけで今回もクリアができたらいいお店のスイーツが食べられるということで、今回こちらにもうスイーツが用意されております。本当にいるよ、はい、なんかめっちゃ目合う、テカテカしてる、うん、汗かいてる。ちょっとねこの部屋暑いから溶けてきてしまってるんだけど、ね、これはですね知床ドーナツの動物のドーナツなんだけど、この動物がねちょっと某黄色い方はさ完全にさ某作品のね電気を出すネズミだよね。黄色いネズミちゃんそっくりで東京駅限定のゲットされちゃいそうだよ。そうそうそう、これなんだ黄色いクマらしいよ。なんか駅員さんの帽子かぶってんの。あ、これ駅員さんの帽子か。そうそうそう、ベレー帽と思って。おしゃれだな。東京って書いてあるやつ。本当だ。これはね秋らしい限定の栗だから、うんうんうん、マロン栗のドーナツ。あー美味しそう。この2つをね正解すれば食べられますので、そうだった、今回も頑張っていきたいと思いますが、今回の、特訓の内容はこちらでございます。暗算。わー、リアルに頭使うやつじゃん。暗算これね、私たちいつも筆記とかでやっちゃうけど、暗算どう、得意？あ、でもね私ね、うん、今さっき思い出したんだけど、うん、そろばんやってたの。なんで忘れてたの？女子がみんなそろばんを弾いててさ、うんうんうん、流行りに乗っかろうと思って私も入ったんだけど、どうだった？結構、あ、でもねコンピューターに出てくる数字とかを暗算して実際にやったりしてたから、うん、今日はちょっとその、うん、私も理系だっていうところを見せようかな。やばいやばい、そう暗算か、理系女子という、やばいな、もうなんかできる気がしないけど。本当にね、でも暗算って普段する機会あんまないからな、ね、でもさ今回はじゃあそのそろばんやってたから、いなりちゃんちょっとお先にお手本先行、うん、分かった、してもらおうかなと。うわいい、うーん、お願いします。え、ちょっと待って、はいはい、じゃあこちらですねマジーポニーさんからいただいた、はい、お題でございます。ありがとう。停電中でもお客さんはやってきます、はい、レジが使えなくてもおもてなしができるように、おもてなし噛んじゃったレジが使えなくてもおもてなしできるように訓練だということで、早速問題を出したいと思います。はい、いきますよ。ダダン。カプチーノ350円なり、うん、ブルーマウンテン1250円なり、もうちょっと無理、デザリゼ350円なり、キリマンジャロ350円なり、カフェモカ450円なり、合計はワンモアまあもう一回だけはきついよね。カプチーノ350円、ブルーマウンテン1250円、テデザリゼ350円、キリマンジャロ350円、カフェモカ450円。2650円。不正解。惜しい。こちら2750円。100円足りない。クソ、一個玉を弾き忘れた。エアソロ版がお客さんに100円おごってしまった。あー、いい店。まあいっか、逆にいい店だよ。お客さんからしたらさ、だ常連で、しかも停電してるけど、マイナスのサービスを加えて、シャロが100円無料券使ったの、うん、あ、そういうことじゃんだから2650円になった。正解じゃん。正解なんでもありじゃあタネさんもやる、これタネさんもやるか。でも早かったね、のりちゃん。うん、さすが、ちょっともうね指がちょっとそろばんいじる指だったもん。そうそうそう、弾いた弾いた。そろばん習ってないからちょっとダメかもつまつましの手で優しく優しくよし、やばい、これタネさんが正解しないと。あ、そう、ゆりちゃん今正解じゃなかったの。ダメだって。100円券なし、使ったのにね、使ったのになしか。意地悪だね、ここにまゆちゃんがいればじゃあタネさんが正解しないとこの黄色い、うん、クマたちはネズミって言いそうになってるでしょ。あくまでクマだから、うんうんうん、いやクマたちは回収されちゃうということで、やだゲットしたいよ。やだよし、じゃあ行くぞタネさん、はい、それではタネさんの挑戦、うん、スタート。チョコレートケーキ350円、うん、ドーナツ150円、うん、フルーツタルト650円、うん、チーズケーキ350円、うん、バースデーケーキ3600円。あ、もうちょっと待って、そうだ、4桁くる。もう一回読むよ。もう一回もう一回もいくよ。もう一回もう一回。チョコレートケーキ350円、うん、ドーナツ150円、うん、フルーツタルト650円、うん、チーズケーキ350円、うんうん、バースデーケーキ3600円。いや、4100円。5100円。1000円オフ。私バカだね。え、何？3600足す1500したの。バカだね、タネさん。
さんバカだね。私バカだね。一吹っ飛んでっちゃったの1000円。惜しい。1000円。放電しろ。100万ボルト出せ。でもほら考えてみてくださいよ。1000円も安く食べられたんですよ。本当だよ。いい店すぎるだろう。そう。もっと頭良くなりたい。もうダメだこれ。私バカだわ。あれさんおバカだったよ。バカだわ。やばいわ。いろいろね。ちょあ、いやもう栗の熊が。動物いなくなっちゃった。この店のオリジナリティが動物のドーナツが本当ただのドーナツになった。やってらんないよ。やってらんないっすよ。チャロのスタンプだよ。やってらんないっすよ。というわけで以上、リゼ教官の接客訓練でした。返せ返せ。